ちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、茨城県に来ております。現在道の駅いたこというところにおりまして、まずは概要欄 URL より前回の動画を見ていただけたら嬉しいです。宿にチェックインする前に十二峡駅というところと、アジサイだ、アジサイ見に行ったんだ、二本松寺というところに行ってアジサイを見たのと、この道の駅いたこを軽く、見た感じですね。でここから約1時間かけて、大洗の方まで向かいたいと思います。それではドライブ楽しみまーす。デイ、鹿島サッカースタジアムです。いや、この辺ね、ドライブしててすげえ楽しかったんですよ。さっきもあの北浦を渡ったんですけど、箱根神社みたいな鳥居もあったし、マジでね楽しいんですよドライブ。こっからまた海沿い走るわけでしょ。茨城最高だなこれ。茨城ドライブやはり楽しいね。そして家がすっごい、敷地面積がやばい家ばっかり。農家さんさすがですよ。これは海だー、海が見えたぞー、テンション上がってきたぞー。チェックインまで時間がまだありましたので、磯崎神社に来ました。そして海を眺めてます。鳥居見えちゃってるんだよな。一度来たことありますね。あそこまで歩きましょうか。砂利がいて、砂利がいてよ。サンダルの中に入って、痛い。あー、海水はどうでしょうか。まあまあまあ、どうなんだろう、濁ってるかな。神が降り立ったと言われる神聖な場所です。岩に登らないでください。そして、はい、鳥ですね。日陰にいないと暑すぎてダメだ。まだ時間あるんで、もう少しこの温泉街の様子でも見ますか。今回こっちの温泉街の方のホテルも考えたんですけどね、結構口コミ評価も高いホテルも多かったので、まあただ今回泊まるホテルはですね、もっと安くてですね、コスパがいいと思いましたので、そちらを選びました。この辺りのホテルはいいですね。景色も良さそう。こんな感じですね。目の前が海なんでいいよね、この通り。ここ素泊まりでも食べるとこあるのかな。結構飲食店はあるんだよな。ただ夜やってるかどうかっていうのは分からないですけどね。ここ素泊まりで泊まって夜ご飯をこの辺りの飲食店で食べるっていうのは面白そうですね。前に一度来てるのと、汗をもうこれ以上かきたくなかったので上に登るのは諦めました。車に戻ります。よし、ではもうここから3分くらいで着くので、ホテルにチェックインします。到着しました、大洗パークホテルさん。チェックインします。チェックインしました。部屋紹介です。広い、広いですよ。
そして景色が、こんな感じですね。海全然見えるし、この部屋なんと1人5500円だっけな、激安っすよ。かなりいいじゃないですか。浴槽も結構広いんですよね。そしてこちらに鏡があるから反射して映っちゃうからあんま映せないけど、アメニティもいいですよ。これよく見るやつですね。乳液とかローションとか素晴らしい。部屋広いといいわ。だいぶ広いよこの部屋。そして水がね、冷蔵庫の中に入ってたので非常に助かりますね。この部屋エアコンはどうなんだ、よくわかんないな。景色もやっぱりいいし、温泉入りに行くか。中規模のホテルなのでそこまで散策っていう散策はできなそうだけど、してみようかな軽く。ロビーかな、お食事会場。結構大規模な工事をしてますね。メインダイニング、こちらで夜ご飯食べるのかな。中は真っ暗なので映ってませんね。宴会場かな。いいね、こういうとこを貸し切ってやってみたいね、大人数で。外に出ました、喫煙所っすね。でレストランあるんだよな。これはどうなんだろう、夜ご飯ここで食べるのか、それとも別でもともとあるのかな。あ、けどやってなさそう。さすがにゲームコーナーはなかったな。あ、やってないっぽいな。足場とかあるし。雰囲気のいいレストランじゃないですか。外観ね、これね、なんか見えるかな、見てみますわ。ガラスにカメラビタ付けで撮ってます。やってないですね、やはりね。いい雰囲気じゃないですか、風情あるわ。これはもしかしてレストランはレストランで独立してやっていたのかな、わからないけど。お、そして何でしょうか、上がれるとこあるぞ。行っていいのかこれ、ダメか。レストランから外に出れたんだ。あららららららら、ら今行けないね。あ、中に入れたのか、中に戻れたんだ。ここの自販機もしかしたら館内より安いんじゃないか。水100円とか。さすがに立地とか含めると温泉街、先ほど言った温泉街の方の旅館とかホテルの方がいいかもしれないですね。老朽化も結構あるんで風情はこちらありますけどね。ただまあ5500円で本日泊まれるんですけど、その金額じゃ向こうの温泉街の方では泊まれないと思います。で部屋も広いし、今から温泉入るんですけど、温泉もありますからね、楽しみですよ。では温泉入ってこようかな。それじゃあ温泉入ってきますか。おそらくこの先は映せないでしょう。入ってきます。衝撃なんですけど、ビールが飲める。部屋に持って帰ろう。温泉入ってきました。気持ちよかった。貸し切り状態で入れましたね。ほんと俺うまいっすね、貸し切り状態で入るの。そして何よりもビールが無料で飲めるってやばくないですか。ウェルカムドリンクでこのサーバーからいただきます、飲んじゃいます。これはたまらんぞ。これだけでポイント超高いんだけど。うめえ、やば、100点だここ。
ごちそうさまでした。宿に着いてビールを速攻飲むなんて、コテージとかキャンプとかそういうとこでしかしたことないかもしれない。素晴らしいよ、ビールが飲めるなんて。そして続々とですね、あのお客様が入ってきておられますね。エアコンが建物全体で調節するエアコンのパターンだと思ったらありましたね。このレトロなカチカチがありましたよ。よかった、だいぶ涼しくなってきた。ベッドにコテンとしました。やはりベッドいいよな、すぐに休憩できるの。今日はですね、チェックイン前に結構いろんなとこ行ったりして、外も暑くて汗もかいてて寝不足もありまして、仮眠を今から取ろうかなと思います。そして動画が短いかもしれないですけど、一旦この辺で、宿の紹介編を区切らせていただいて、夜はですね、本日素泊まりですので、また夜ご飯編ですね、結構もしかしたら歩くかもしれない。そちらは概要欄 URL より続きをご覧いただけたら嬉しいです。それではまた、続きでお会いしましょう。おやすみなさーい。まずはこれですかね、やはり伝統のカニピラフ。これはテレビで何回も見たことあります。サメみたいな、ね、サメみたいな、ね、おお、元気だ元気だ元気だよ元気だよ。この子がね、ずっとさっきから羨ましそうにこっちを見てるんですよ。